日本人の覚醒が世界を変える。古神道神官、雨土朝霞塾塾長の郷金丸彦の神社で願い事を叶える方法シリーズ。今日は8回目になります。今日のテーマは恋人やパートナーを得るための方法についてお話をしたいと思います。まあね、神社でね願い事を、するときに、一番、よくある、ベスト3っていうとね、まず一つは、この、自分のパートナーや恋人を見つけるということなんだよね。2つ目がだいたいお金のこと。そして3つ目は、病気を治すとかね、そういうことかななんて思います。他にもねいろんな願い事がありますね。例えば、受験がね、合格するようにっていうような願いも非常に多いと思いますね。それから事業がうまくいくようにっていうようなね、仕事がうまくいくようにっていうこともあると思います。ですが大体ね、人気のベスト3でいうとこのねパートナーを見つけるっていうのは結構重要なポイントなんだよね。で、神社によってはね縁結びの、神社っていうところもあります。一番人気かなと思われるのは島根県にある出雲大社、一般的には出雲大社と呼ばれている、大国主の御事が祀られている神社さんが縁結びで有名ですね。正確には、出雲大社ではなくて出雲大社と読むんですが、ここはとても、人気の、神社です。でも縁結びの神社なんだけど、出雲大社で願い事をするときはちょっとね注意をしなくちゃいけないことがあるので、ここに関しては明日、またね詳しくお話をしたいと思います。他にも縁結びで有名な神社はいくつかありますが、そこはちょっと一回割愛して、どの神社でもこの願い事をするんだったらいいよということの方法を教えたいと思います。まずそのためには、正式な参拝の仕方をまず、理解して、正式な参拝の方法にのっとってやるっていうことがまず大事だってことなんだよね。そしてもう一つは、この人と、縁を結びたいってね思うね相手の意中の人がいる場合もあるんだけど、その場合はねやめた方がいいかなと思いますね。本当はね具体的な願い事をするってことが神社での、願い事をする時のねセオリーでもあるんだけど、この人ということで特定するのはねあんまり良くないんだよ。もしかしたらそれはね勝手に自分の、一方的な恋心でこの人とを、得たいっていうのってねやっぱりちょっとね自我が強くなりすぎちゃうんだよね。そうではなくって、自分の本当に魂を成長させるための本当の意味で自分に合った人と、巡り合わせてください。そういった、自分の、成長に関係する、そういう人と、パートナーをね、として、私に、授けてくださいというような願い事をするっていうことが、これがいいということなんだよね。これが非常に重要なポイントです。さらに言うと、これは神社の、参拝の方法ではないんですが、私がねこういうことも教えています。これはね運命のパートナーを引き寄せる7つの法則っていうね、これは個人セッションなんだよね。で7つなので、実はここにねさらっと書いてありますが、これはね、重要なんだよね。で、この中で7つの法則があるので、この7つの法則の中で、1個目だけまず皆さんに、教えたいと思います。ルールの1、運命のパートナーは探さない。必要な人は自然に見つかる。向こうからやってくるということなんだよね。これが非常に重要なことなんだよ。だから具体的にこの人をパートナーにしたいということを願うんではなくって、自分にとって必要な人が向こうからやってくるようにというように願うことが重要だということなんです。わかるかな？これやっぱりね神様にお任せするっていうね、こうオートマティックに動くっていうことの方が重要なんだよね。なので、そういう願いをねしてもらいたいと思います。さらにね、もっとね、自分のパートナーを見つけたいっていう人は、ぜひね、私に、相談していただければ、個人セッションでね、この運命のパートナーを、引き寄せる7つの法則についてはお話をしたいと思います。それから真逆の話だけど、現在付き合っている、相手の方、もしくは結婚している人と問題が起きて離婚した方がいいんじゃないかとか悩んでる人たちもいるんだよね。その場合はどうしたらいいのかということも実は、私はちゃんとアドバイスをすることができます。このね、離婚するってこともね、結構重要なことなんだよね。場合によってはね、自分を成長させるために。私の、ところでね、相談した方の中で私のアドバイスによって、上手に離婚ができて今では幸せになったという人はね、もう何十人もいます。ということなのでね、運命のパートナーを引き寄せる方法だけではなくって、現在、お付き合いしている、配偶者もしくは恋人と縁を切るためにはどうしたらいいのかというね、ことについても、教えてほしい人には、教えてあげたいなと思います。ということで、面白かったと思う人は高評価ボタン、まだチャンネル登録をしてない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ、またねー。